やあ、せつな圭介だよ。コム、置き去りの記憶、このゲームをやっていきたいと思います。これでもこの画面サイズでも PC のフリーゲームですからね。物語としては、主人公がスマホを拾って、そのスマホをいじって、持ち主のところに返すみたいな、そんな話らしいんやけど、ホラーゲームです。で、ミステリーまざりのホラーゲームです。というわけで皆さん、ホラーゲームは好きでしょ？俺も大好きなんでやっていきたいと思います。スタート。ある日の帰り道、アダは家の近所で携帯電話が落ちているのを見つけました。電源が切れているようで、ただ充電が切れているようで電源が入りません。しかし幸運なことに拾ったスマホはアダが持つものと同じ機種でした。不気味なんやけど、いきなり同じ機種のスマホが落ちとるとかになったらちょっと不気味なんやけど、いかにも俺に拾ってくれみたいな感じで落ちとんやろこれ。あとはスマホを持ち帰り、充電器を挿して電源を入れました。この電源を入れたことが後に吉と出るか凶と出るか、はたまた冥界へ行くのか。パワードバイサイボーグ、どっちかって言ったらサイボーグって携帯よりも自立型のロボットを作ってそうな会社やなこの辺りは、この物語はフィクションですよ。おう、4月4日の4時44分ってもうできる限り4並べてきたね。なんなん、死んでほしいのか俺に。クソ、パスワード分かるわけないで、これ。人の人のやつなんけ人のスマホなんけ、パスワード分かるわけないで、これ。適当に俺の誕生日打っとこうこの人が俺の誕生日と一緒だったら悪。はい、一緒じゃない、俺と誕生日違う。クリスマスが誕生日だとしとこう。はい、違う。今の何？なんかささやかれたんやけど、俺の耳元でささやかれた。ちょっと待って、俺ヘッドホンつけてるやけど、そういう声、ダイレクトで来るんですけど、ちょっとやめて。お変なおっさんから、あ、このスマホの持ち主に、おっさんなん？ささやかれたと。0716。これのパスワード教えてくれてる。ありがとうやけど、誰だお前は。07165じゃないわ、6。えい、開いちゃった。おっさんの持ち主、おっさんのスマホ開いちゃったよし、どうもこれでさ、連絡先とか、これが LINE 的なやつらしいよね、らしいんで、これでさ、知り合いにいろいろ連絡しながらこの持ち主を見つけ出していくみたいな感じらしいけど、まずは、で、連絡先だろ、やっぱ。これ、連絡先に片っ端電話かけてもいいし、先にこっちメッセージ送っといて、メッセージ待ちの間に電話かけるか。それで行こう。いいね。なんかちょっと面白くなってきた。友達8人。あんまおらんのだろうな。リア充って言うレベルではないやろ、これ。俺の方がまだ多いもん。リア充してない俺の方がまだ多いもん。よし、まず、これのスマホの持ち主、なるみちゃんなんじゃ。女の子なんやな。じゃあさっき支えてきたって人、誰やねん。男の人、誰やねん。何？ストーカー？なるみちゃん、ストーカーされてるの。で、なるみちゃんのスマホを持っと、俺のことをさ、なんでお前、なるみのスマホを持ってるんだ。殺してやるぞ、みたいな感じで来てんの。俺死ぬ。近日俺死ぬ。近日中に俺死ぬ。よっしゃ、とりあえず京都になして、上から行こうか。まず、アイちゃんから。これ写真なんなんこれ、サムヘ。ケーキ？チーズケーキ？まあいいや。とりあえず、甘いものが好きってことがわかる。突然すいません。この携帯を拾ったものです。お出し主と連絡を取りたいのですが、何か連絡手段はありませんか？メッセージ待ち。よし、じゃあ次。翔太くん。翔太くん？翔太って W いらんよな、普通。ちょっと何こだわっとるな、翔太の翔は、見るの翔だよ、みたいな感じで。ちょっ
ちょっとこだわりはあるね、この承諾。ちょっとキザだね、この子。これも送っといて、多分連絡とか来たらさ、スマホやけんな、この辺りにメッセージが来そうなんよな、多分ね。スマホやけん。翼 T、T 翼。T 翼。なんか、ミュージシャンでおりそうやな、T 翼。私服タイムやって。T 翼の T って、タイムの T なん？タイム翼なん？意味わからん。正直意味わからんぞ、それ。よし、送った。次。みほろちゃん。みほろちゃん。猫をサムリにするとは絶対猫好きなんやな。そりゃそうやろ。猫サムリにしといて猫嫌いとか言うてたさ。なんでやねんってなろ、これ。めめちゃん。猫の名前かな？送ろう。みほろちゃんとは仲良くなれそうな気がする。俺猫好きやけん。次、りさちゃん。恋したいな。無理だよ、そんなこと言ってるうちは。次、大輔斎藤。斎藤大輔じゃないんだよ、これ。なんで大輔斎藤なの？なんで大輔先なの、これ。あと、サムネ。あ、だ、お前、サムネ。さっきから気になっとったけど、サムネ、お前。なんでお腹。どういうセンスしてんの、この人。しかも、ブーチ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 って、絶対これ自分のお腹出たことを自覚してるメッセージじゃ。自虐には入ってる。はい。次行こう。めぐみアットマーク小林。結婚しました。うん、別れろ。自分でメッセージ決めれるんだったら、別れろって送っとうところだ。次、鈴木さん。だからなんやねん。知らんわな。何に対してなんやねん言おうがわからんから知らんわな。よし。あ、来た。みほろちゃん。あ、猫好きのみほろちゃん。やったー。やっぱ君が一番に来ると思ってたよ。これは運命だね、結婚しよう。ごめんなさい、誰か分かりません。そうですか、ありがとうございます。あー、誰か分からんのか、みほろちゃん。このスマホの事件 を通じてちょっとみほろちゃんと仲良くなって、しまいには結婚して夫婦になるかなと思っとったのに。あー、残念残念。とりあえず他の7人からメッセージ来ることを待つ間に、連絡先もいいけど、ちょっとギャラリーが気になるけど、そっち見てもいいかな。お、漢字ばっか。いわゆる文字化けってやつだね。ああ、一つ目から見ていこう。改札。おうおう。お、綺麗だな。なんか、スケッチとかに向いてそうな風景。これも。はあ、結構いい感じで写真撮ってるな。思い出かな。人撮れや。人一枚くらい取れや。これに関してはこの上に人乗っとるときを取れや。なんで乗ってないとき取るのこれ。いや、普通この上に乗っとるさ、友達とか彼氏とかの写真撮るよね。なんで誰も乗ってないときに撮るの。ああ、後半ちょっと夜が多いな、なんか知らんけど。あ、来た。メール来た。ちょっと待って。これちょっと写真、拾ったところの写真だこれ。え、なんで？怖い、おっさん、ちょっと、え、冒頭のパスワード教えてくれたおっさん、ちょっと、怖いんですけど。聞こえていたら返事して、怖いんですけど。ねえ、怖いんですけど。返事なし。とりあえずメールやな。メール来た。誰かからかな？家族から？ノートタイトル。はい。今、向かってるよ。彼氏だ！これ彼氏だね、これ。待ち合わせして向かってきてるよね。あ、デートの途中なのに落としてしまった感じじゃ。わー、早う返してあげなあかんな。でさ、返した時に、返しに来た時にさ、え、お前は誰だってその彼氏さんに言われたらさ、彼氏ですけどって言うてさ、もう、しらばつくるからな。もう、どうでも、そんなことせんでもいいのにしらばつくるからな、俺。よっしゃ、メッセージ根源さ、連絡先やけど、他にもなんか、あ、メール送ったらは、あ、できんのか。クリックしてもなんもないな。フォルダも作成できず、家族。あ、これ家族からのやつってことかな。家族からのメールってことかな。あー、え？え？
ちょっと待って、なんなんこの数式、8イコール82イコール A8 イコール95、高レベル、ちょっと高レベルだわこの数式。ちょっと俺には何のこっちゃで全然わからんわ。大学生とか東大生だったらわかるんかな、理解できるんかな、わからんわ。なんなのお父さんとお母さん、数学の学者的な人なんかな、数学者っていうんかな。サラブレッドや、この持ち主なるみちゃん、サラブレッドや、数学界のサラブレッドやん。頭良さそうやな。じゃあ連絡か。あ、待て、他に何かできるかな。ブラウザダメ、タイマーダメ、カメラダメ、ミュージック、あ、ミュージック、あ、ミュージック聞けるんじゃ。へえ、聞いてみよう。合わなくてもわかる。このスマホの持ち主、相当病んでる。あ、あ、まだ来た。翔太さん。え、商店の春風亭翔太さん。は、なるみって誰？急にキモいんですけど。女、写真見せてくれたら相手してあげる。自分の性別は関係ないんですけど、なるみさんのこと知らないんですか？知らないっつってんだろ。うぜー、ブロックしまーす。バイバーイ。わあ、これツイッターとかでたまに出てくる記事外の人だ、これ。こんなんで受けとうと思っとう人がおるけんな、この世の中は。面白くない、何も面白くないわ、これ。翔太さんダメか。美穂ちゃんがちょっ、あ、ダメだったよな。で、二人脱落か。他の人はな、他の人どうなんだろうな。じゃあとりあえず他のメッセージが来るまでこの連絡先に片っ端に連絡入れていくしかないんじゃ。とりあえず身内がいいよな、先に。お母さん、マミー、マミー、家にいるから、マミー。おかけになったお電話は、おらんかった。電波の届かない、ありか、お母さん働きよんじゃ。共働きのパターンか。それか、あれか、生き物教室か。生き物教室に行ってね、これ絶対。 お母さんのこと全然知らんけど、生き物教室に通ってるってことにしとくぞ、お前も。勝手にイメージで生き物にハマってるんだ、お母さんは。次、お父さん、4時44分だったら仕事っぽいな。おかけになった、あー、やっぱ仕事じゃ。多分ヒットマンとして世界中を渡り歩いとるわ。完全に変な誤解生まれるようなこと言おうけど、そういうことにしとくわ。じゃあ家族全滅か。次、もう上から行ってみようか。伊藤翔太くん、サッカーうまそうな名前やな。勝手なイメージやけど。ただいま。あ、ダメか。4時44分だったら出てくれそうなもんなんやけどな、友達とかだったら。そもそもなるみちゃんって、クロモチュー氏のなるみちゃんって学生なんかわからんけどさ、学生だったらこの時間出てくれそうな気がするよ。学校終わってそうやもん。終わってそれそこそこ経ったぐらいの感じやもん。次、井上拓也さん。井上拓也くん、声優におりそうな名前。お、出てきた。あ、たくやくん。え、はい。いや、知らねえな。知らんの？え、本当知らないの？いや、うん、どうだろう。思い出して思った、思い出してや。て、名字、名前わかんない。わからんな。
じゃあもう俺もわかんねえわ。わからんの？はい、悪いね。ああ、もう別にいいよ、タクちゃん。タクちゃんダメだったわ。わからんらしいわ、タクちゃん。じゃあなんでタクちゃんの連絡先ここに乗っとんだろう。東京やって。東京住んどんじゃ。あ、ここ東京なん、舞台。はあ、タクちゃんダメか。タクちゃんごめんな、こんな時間に。北村愛ちゃん。行きましょう。ただいま。あー、ダメか。バイトしてるな、多分。コンビニ店員だな、多分。北村愛ちゃん、コンビニ店員だな、多分。コンビニでバイトしてるな、これ。レジ打ちしてるな、多分、今頃。邪魔したら悪い。しょうがない。小林健太君。コバケン、コバケン。ケンコバって言われてるだろ、お前、学校で。勝手なイメージ。おかけになって。ケンコバ、ケンコバ。クソ、ケンコバ。この時間おらんかな。ケンコバ、ケンコバダメや。あ、メッセージ、リサちゃん。あ、恋人欲しいって言ったらリサちゃんじゃん、これ。恋したいなって言ったら。誰かな。少なくとも知り合いにはいないっす。そうですか。うん、ごめんね。女子力高そうだね、これ。絵文字こんな使い方して。恋できそうやけど、逆にそれそんな絵文字バンバン送るってこられる子ってあんま男的にダメな感じ？世間の男ってどんな感じ？俺恋とかしたことないかわからない。どこにいたっけ？ケンコバがダメで終わったんか？大輔斎藤こんなところにもおるやん。これあれだろ。大輔斎藤でお腹出したサムネのやつだろ。おなあ。こっちは斎藤大輔なんじゃ。これ、なるみちゃんからしては、斎藤大輔で通っとんねん、これ。大輔斎藤で名乗っても、斎藤大輔で登録されとんねんから。福岡？福岡？さっきの人、東京なのに福岡？東京にちょっと移り住んどるけど、学校、東京の学校に入学するときに、東京に移り住んどるけど、地元は福岡的な感じ？そういう設定？だいぶ遠いところに、の知り合いやな。ただいま電話。ああ、大輔斎藤ちょっと忙しいんじゃ。大輔斎藤だぞ。ナンパとかしような、これ多分。女の子が探しようんだろうな。漁ってるんだろうな。次、清水真紀子さんは熟女っぽい名前。これでさ出てくるんかさ、5歳ぐらいの女の子だったら引く。マジ引く。あ、できた。全然熟女じゃない。はい。はい。うん。はい。さあ、どうでしょう。どうでしょうってなんだ。知らない番号なので、誰かのと間違えて登録されてるんじゃないですか。また誰かと、誰か知らんパターン？え？どうして私の名前？あの、ちょっと一旦切りますね。時間もあれなのでごめんなさい。何か知ってる？あなたは何か知ってる？はい、失礼します。こいつ何か知ってるな。何か知ってたから隠してるな、これ。おいおいおい、清水真紀子。清水真紀子はようかけたら火曜サスペンスに出てきそうな名前。何か隠してるぞこいつ。あー、着拒されてる。絶対誰かが隠してるな、これ。逃げた、逃げたぞこいつ。おい、おうんだ。どこに。まだ王道的な脅かし要素っていうのはそこまで多くないんやけど、それだけにこの後どんなやつがどんなことが起きるかっていう不気味さはあるよね。ただ言えることは、スマホの持ち主であるなるみさんより、よほろちゃんの方が俺としては会いたい。